いいよいよ秋の臨時国会が20日開幕する岸田首相にとっては内閣支持率が軒並み低下する中で来年の自民党総裁選での再選そして長期政権樹立に向けての踏ん張りどころとなる国会だ会期は12月13日までの2ヶ月弱となるがこの国会の注目ポイントは大きく3つある。 それは経済対策、旧統一教会、閣僚の資質の3つだ。頭文字を取って 3K と呼んでいいかもしれない。この3つが岸田政権の命運を左右しそうだ。経済対策では給付と所得税減税が焦点に第一の注目ポイントは経済対策をめぐる議論だ。岸田首相は11月初旬に経済対策を取りまとめた上で。 この対策の裏付けとなる補正予算を編成し、臨時国会で審議する予定だ。岸田首相は経済対策について、国民生活、なりわいを物価高から守る、経済の新しい息吹を継続するの2つを目的に、税制、給付、社会保障におけるさまざまな軽減措置、インフラ投資、その他あらゆる手法を動員すると述べている。具体的には 自民、公明両党の提言の柱になっている低所得世帯への給付措置や、ガソリン、電気、ガス料金の補助金継続については実施が濃厚となっているが、給付額や低所得世帯の線引きが議論となる可能性がある、そしてそれ以上に注目されるのが、岸田首相が税の増収分を国民に還元すると表明したことで焦点となっている減税の扱いだ。 今月行った FNN の世論調査でも、税収増分の使途に関しては、減税が51.7%と最も多く、財政赤字縮小の29.9%、給付の16.1%を大きく上回り、国民の減税への期待の大きさが鮮明になった。ただ、減税議論の中心となっている所得税減税をめぐっては、 政府与党内での段取りが瞑想にも移るいきさつをたどっている岸田首相の減税への意欲に応じて一時は与党の幹部から続々と所得税減税に前向きな声が出たしかし党内から異論が出たほか減税は岸田首相から発信すべきだと考える首相官邸側からストップがかかり与党の提言には盛り込まれなかった 岸田首相は年末の税制改正議論に向け、20日夜に与党の税制調査会長と政調会長に対し、期限付きの所得税減税も含めた検討を要請する方針だが、野党からは政府・与党の自作自演だとの批判も出ている。岸田首相が、所得税減税について今後の国会でどこまで具体的な考えを明らかにするかで、論戦の方向性も変わりそうだ。 野党からは1世帯3万円インフレ手当消費税8%の案もそして経済対策をめぐっては野党側も対案を提示していてこれも国会論戦の材料となりそうだ立憲民主党は全世帯の6割に当たる低所得層と中間層世帯を対象にインフレ手当として現金3万円を給付する党独自の対策案を決定した 児童手当を高校生まで一律で1人当たり月額1万5000円支給しガソリン価格を抑えるためのガソリン税のトリガー条項の凍結解除も盛り込んでいて泉代表は低所得の人を中心としながらも幅広く対策の恩恵を届けたいただ財政出動すればいいというものではなく将来世代のことも考えばらまきはせず 重点的に予算を使うこととが必要だと述べているまた、日本維新の会は、消費税の税率について軽減税率を廃止した上で、恒久的に一律8%とすることや、社会保険料を3割軽減、低所得者については5割軽減する案を軸とした経済対策を発表した。 藤田幹事長は社会保険料の減免というのが低所得者も含めて一番広く恩恵を素早くお届けできると狙いを語っている立憲の月3万円のインフレ手当や事実上のガソリン減税にしても維新の消費税減税や社会保険料減免にしても 政府与党の対策とは一線を画すもので岸田首相らとの国会論戦を通じてどんな対策が国民生活を支えるのに有効でかつ今後の経済の好循環につながるかという議論が深まることを期待したい旧統一教会の財産核死亡司法被害者の切実な思いと法的な難しさそして2つ目の注目ポイントが 旧統一教会の財産隠しを防ぐための財産保全法案に関してだ、政府は10月13日に、旧統一教会への解散命令を東京地裁に請求したが、現行法では宗教法人の場合、解散命令請求が行われても裁判所が解散命令を決定しない限り、財産保全は適用されない。 そのため解散命令までの間に教団が海外に巨額の送金をするなど財産隠しをする懸念が指摘されているそれを防ぐため立憲民主党は教団の財産を保全するための特別措置法案を提出する方針で日本維新の会も財産保全を可能にするための宗教法人法改正案を提出する姿勢だこれに対し 政府自民党からは解散命令が行われていない段階で憲法が保障する財産権を制限するような措置は難しいとの意見が出ていて野党案には抵抗が強い自民党幹部はかなりハードルが高い人権問題だと教団が訴えてくると述べている一方で教団による被害者が財産保全を強く求めている中で何もしなければ 自民党と旧統一教会との関係が再びクローズアップされてしまうとの懸念も自民党内には強い先の幹部は、これは被害者救済ではなく、政局の話になっている野党も政局に使っていると嘆く。 そこで、自民党からも野党案に代わる何らかの対応策を講じるべきだとの意見が出ていて、岸田首相と自民党執行部がどのように対応するかが問われることになる。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。所得税減税がどこまで国民の生活の負担を減少させるでしょうか。 様々な所得控除があるため、さほど税率は高くならないことが多いと感じています。それよりも、問題なのは給与の約15%にもなる社会保険料ではないでしょうか。解散総選挙を睨みながら、増税というイメージがついてしまった岸田首相が、 減税を打ち出すことによって政権扶養支持率の向上をかけてこの臨時国会に臨むことになる。しかし減税政策は国民が実感できるものでない限りあまり期待した効果は望めない。また報道などによりすでに実質的に明らかとなっている所得税減税についての評価は日曜日二十二日の衆参の補選という。 岸田政権改造後の初の国政選挙により、審判されると言ってもよい。果たして支持率アップが望めるか、それが鍵となる。今回、所得税減税が取り上げられていますが、支持率向上及び選挙対策なのは見え見えです。岸田政権は減税を行ったとしても、減収分を別なところで目立たないように回収しようとするでしょう。 政策後本柱を見てわかるように無駄な支出を減らすという意識はなく金を浪費する意欲にあふれているのですまた選挙で勝ちきることができたら今度は思い切って増税に舵を切る理由を与えてしまいます岸田首相はトップの座を守ることが最優先で国民生活など二の次なのです この方は決して悪人ではないがいかがせん統率力打開打破能力決定力がほぼない官僚主導のねじ曲がった理論により翻弄され論破されてしまった増税メガネの名前は本人は相当気にしているようだがずっと日本政治の黒歴史に残るだろう世界の動き日本の窮状を正確に伝える者がいないんだろうがあまりにもひどすぎる この人をこの党を助けることは国民の国益になると思うのだろうか今こそ国民の真意を問う時期だと思う首相にとって正念場ではない国民にとって正念場なんだよ特に経済対策に関しては所得税減税なんて言ってるけれど恩恵を受けるのは所得が高い人そして公明党や維新が打ち出すのは低所得者を助ける法案 中間層には今のところ何の話もない所得や納税額にかかわらず平等に恩恵を受けられるように消費税減税を視野に入れた議論をしてほしいし特に自民党内部からそういう声が上がらないと国民より議員特権や高額報酬を手放さない今の自公政権で国民の物価高騰対策よ支援も国民が満足できる対策案も出さず 内閣改造して長期政権を目論む自公政権には日本の政治を任せることは今まで低迷を招いてきた政治がさらに悪化の一途をたどる恐れもあり素早く退陣の決断を国民のためにするべきだ国民を元気にしてより多くの国民に前向きに生きようと思ってもらい結果景気が活性化することが目的ではないか補助金や給付は 申請手続きあり役所も国民も手間がかかる処理にも税金それよりダイレクトに消費してくれている人に恩恵のある消費減税が良い国家が必要最低限の介入で国民が元気になり結果国が豊かになる政策が付加価値増大の経済活動にみんなの意識が集中でき一番良い本当は 国民は将来の人口減少を踏まえた国の歳出削減構想をまず減税より求めている資本主義社会の基本財務官僚と相反することも説得し実行する姿勢を示してほしい岸田首相は異次元の少子化対策、の3兆円余りの財源確保に苦慮していますが、我々庶民は増税・物価高騰に苦慮して困窮生活を強いられています。 ここまで来たら岸田内閣は異次元の減税で、我々庶民への減税措置還元策としては消費税撤廃立案が手っ取り早く望まれるのではないかと思います。